オフィシャルビデオ第14回世界陸上競技選手権大会女子防高飛びは2013年8月11日に予選8月13日に決勝がルジニキスタジアムで行われた11日の予選は4ル5 5からスタートした維新映え和が1回でクリアこの高さで決勝進出の12名が決まった2009年第12回大会優勝者の アンナロゴフスカは4四4 5をクリアできずに予選敗退となった。13日、決勝は競技が進んで4七7 5に7人が挑んだが、ファビアナ・ムレルラ3人がこの高さをクリアできず、勝負の行方はロンドンオリンピック金メダリストのジェニファーサー、エレーナ・イシンバイはヤリスレイ・シルバ、ジルケ・シュピーゲルブルクの4人に絞られた。4七7 5終了時点で、 サーとシュピーゲルブルクが失敗なしで首位、イシンバエワとシルバが追っていた。4メートル82の1回目は4人全員が失敗。2回目にイシンバエワとサー3回目にシルバが成功した。シュピーゲルブルクは4メートル75までいずれも1回でクリアしていたが、自己記録体の4メートル82は飛べず4位が確定した。4メートル89は、 維新映エワが1回で、クリア、サートシルバは、この高さを飛べず維新映エワの優勝が決まった。維新映エワは、スタンドのエフゲニー・トロフィモフコーチの元へ勝って抱き合い、喜びを爆発させた。この日スタジアムを訪れた4万人の観客が、競技中の維新映エワに、熱狂的な声援を送った。役員席で競技を見守った、IAAF 副会長のセルゲイブブカも、 彼女の勝利に喜びを隠さず、観客は勝利した維新売ワを祝福した。この後、維新売ワは、自らの世界記録を更新すべく5メートル07に挑んだが成功しなかった。通過条件、4メートル60もしくは、上位12名が、決勝進出2013年代14回大会は、大会ロゴに、棒高跳びに挑む女性の姿がデザインされた。ありがとうございます。